Nike Lab Radio。ベースボール。なんか割とビートに使えそうではありますが。このバスケットボールの音はとてもいい音なので、使いましょう。ぴょん。私が一番好きな音はこれかな。いい音。すごいローだね。まあ、ここら辺も良いだろう。すごくいい音。これなども使いましょう。スケートボード、これをメインに始めてみようかな。この今の音は、ちょっとオーケストラのなんかサウンドチェックみたいな音が入ってる。パーって、この音が鳴ってる。だからキーをこの音を使う感じにしようと思うよね。みたいな雰囲気がいいかな。イントロスチールパンを入れたい。スケートボードの音と、ゴールの音かな。そこに走ってる人の音を入れるとちょっとリズムっぽくなる。なんとなくリズムが生まれるから、私の好きな音を、じゃあビートはこれで、そしたらここにコーラスを。
ラスを入れてみる。で、ベースボールの音を風にしますと、リズムに使う。だいたいそんなかな。なのでスチールパンを乗っけよう。重ねて完成。スポーツの音を使ったりして音楽を作るとか全くないから、あれ初めてスポーツの音を使って音楽作ったかも。今回のがきっかけで、そのいろんな世の中の音っていうのがとても興味が湧きました。どんどんとにかく全部聞いたんですけど、あの気持ちがいい、耳になるべく心地がいい音っていうので基準に選びました。
スケートボードはなんか環境音が入ってる公園のきっとなんか音なのかわかんないけど、街の感じがあって、それがすごい良くて、バスケットボールはキュキュキュっていう音がすごい気持ちよかったから採用で、走ってる音もそうリズム、まあさすがに走ってるもんね、リズムになってるね。なのでとても好きだった。そのスポーツの音と音楽がどちらも妥協せずに一つのものになるっていうのを個人的には目指したかったから、自分の中ではそういう感じです。どっちも削らないというか、どっちもに導かれ合うようにっていう感じかな。